はい、どうも、こんにちは、ジェット大介です。相変わらずズボン履いてないけど、見えませんね。フレーミングの妙ですね、これはね。皆さんね、トリミングってされますかね、写真の。撮った写真を、さらに後から、切り取る。まあ、だからね、2回目のフレーミング。写真を撮るときにフレーミングして、さらに撮った後に、トリミングする。このトリミングは、 二回目の、二度目のフレーミングと呼ぶことができるかもしれません。ある意味でそれはもう撮影し直してるっていう感じになるかもしれませんよね。場合によってはね。だから最初に撮るときは瞬間を切り取る。あまり細かい構図までは気にせずに、もう1ピクセルの狂いも許さないっていうわけじゃなくて、瞬間をパッと切り取ることに集中する。まずは、撮影するときはそうして、 で、後で、家に帰って、撮った写真を見てみて、もうちょっとこうした方がいいな、こうした方がいいな、こうする方がいいな、っていうね、もう一回フレーミングをする、し直す、っていう作業。まあ、これはね、あのー、繰り返しお伝えしてきましたけども、えー、例えば、ライカの方なんかはね、ライカのピーターカルベ氏なんかはね、えー、そういうことを常におっしゃってるみたいでね、 撮ったものをトリミングして仕上げるんだよとこれも前に言いましたけども、えー、決定的瞬間のアンリ・リカルティエ・ブレーソンもあの代表作のね写真なんかはすごくトリミングしてるうまくトリミングしてる <laughs> そうやって作品に仕上げてはくはい,いくわけですよあのー、なんでこういう話をするかっていうとですね ま、予定していた動画がですね、急遽 <laughs>、急遽間に合わないなと思いまして <laughs>、今日はね、えー、お話を、前から気になってた話をするわけですけどもね。フレーミングの話、撮った後にフレーミング、フレーミングじゃないわ、トリミングして、二度目のフレ,フレーミングになるよっていう話はね、これまでもしてきましたけども、最近そこもね、囚われすぎてたなぁというのがあるわけです。 何にとらわれてたかってね。皆さんね、現像ソフトとか使えますか画像処理ソフト。まあ言ってみれば、フォトショップに代表されるようなね、画像処理、レタッチソフトみたいなもの、写真編集用ソフト、ロー現像ソフト、そういったもの使われると思いますけども、それによって、制限されてることを、 頭の中に常に常入れてなないいととまずいなと何を制限されてるかっていうとですね、比率、アスペクト比、縦横比。えー、皆さんね、どういったカメラお使いでしょうかどういったセンサーのカメラお使いでしょうか例えばフルサイズミラーレス、フルサイズ一眼レフみたいなものは3対2だと思います。横3、縦2。 3対2の比率になってると思いますね。マイクロフォーサーズ、あるいは中盤のミラーレスみたいなね、ああいったものをお使いの方は4対3になってると思います。そしてこの動画、まあ一般的な動画はですね、今現在ね、16対9で撮影されてるんじゃないかなと思います。シネマ 4K みたいなものがあるんですけどもね、それはもうちょい横長で17対9。 で、えー、例えば SIGMA FP なんていうカメラにね、えー、シネスコのモードがありますけどもね、21対9ですね。わかりやすく21対9にしてるんだと思いますけどもね、まあ一般的なシネスコって言えばね、えー、2.35対1とかね <laughs>、ちょっと覚えにくい数字だよね。だから21対9ってうまくまとめたなと思いますけどもね。えー、そういった えー、アスペクト比、縦横比に縛られてたなと。まあ今言った以外にもね、えー、例えば4対5なんていうのがありますよね。4対5にしとくと、まあ横、横長で4対5じゃなくて縦長の場合の横4、縦5にしておくと何がいいかっていうと、まあご存知でしょうけども、インスタグラム、 インスタグラムで縦長の写真、これを投稿するときにですね、3対2、2対 3? 横に縦3の縦長だと収まりきらないわけですね、インスタグラムでは。4対3でも収まりきらないとい縦え。横3、縦4。3対4みたいな感じ。これでも収まらない。 4対5がね、収まるんですよ。まあ、基本インスタグラムはね、正方形、スクエアから始まってますね。1対1から始まってるんで、ま、あギリギリ情報してくれるのがその4対5なんでしょうね。スマホの縦画面見てて、えー、次へのスクロールが見えてるとか、キャプションが見えてる、あるいは広告っていうのが見えてる状態で、都合がいいんだと思いますね。あの、インスタグラムの商売にとってはね、見せ方としてはね。 まあ多少ね、許してくれてもいいんじゃないかなと思いますけどもね、3対2ぐらいまではね。だって動画、インスタの動画って縦長の動画は16対9で、16対9のこんな狭いやつでね、そこできちゃうわけですからね、多少許してくれてもいいんじゃないかなっていう気がしますけども、皆さん縦長の動画ってどうですかね、僕はあんまり好きじゃないですね。 <laughs> 縦長だけでこう、縦で撮ってるとね、やっぱりこの状況が見えにくいんですよね。横にパンしたりするじゃないですか。横にパンしたりするときにね、ちょっと辛くなったりするんですよね。常に新しいものがどん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 画面の中に入ってくるからね。横長にしとけばね、ある程度余裕を持ってるじゃないですか。被写体を真ん中に、例えば被写体を真ん中にですよ。例えばですよ。例えば被写体を真ん中に置いといて、 左右、どっちに振ってもね、ある程度余裕あるわけですよ。ここの、こ、こっから横に振った時の続きってある程度は読めますからね。ただ、縦長16対9ってなるとね、これ人物、人物パッツンパッツンでいっぱいに入ってる状態で、いや、こんにちはみたいなことをやるのはね、別に、あの、ちょうど収まりはいいと思いますね。あの、余計な。 ごっちゃごっちゃした背景が入らないからね。その分、横に振った時に、知らないものがいきなり現れるじゃないですか。<laughs> しんどいんですよ。心理的にちょっとしんどい。あと、踊ってる女の子ね、動き狭いんですよ。この、パッツンパッツンやからね。動き狭いのは、ちょっとしんどいなーってなりますけど。まあ、そんな話は脱線は置いといてですね。 とにかく、まあ、その、編集ソフトの縦横もう何分話したも、う8分近く話してる <laughs> ちょっと長くなってしまいましたけどもね。えー、その、編集ソフトの縦横比。あらかじめ決めてあるアスペクト比で、えー、16対9にトリミングする。4対3にトリミングする。3対2にトリミングする。これにね、とらわれすぎてるなぁと。 で、まあ、インスタに投稿するときもそうですよね。今言ったように、4、5対4、4対5、4対5の縦長だったら、いっぱいいっぱいに入るな、とかね。まあ、フォーマットに収めるっていうのはね、大事なことではありますよ。私は、まあ、その、写真よりも映像の方を長くやってる方なので、ええー、まあ、昔だったら4対3ですわ。昔のテレビのフォーマットとか4対3ですわ。 テレビのフォーマットの中に、えー、ビスタサイズっていうのがね、入ってきたりするとね、すごく嬉しいわけですよね。4対3の中にね、えー、上下、上下こうね、トリミングした中に、こう、映画のビスタサイズが入ってるとね、非常に映画っぽいなっていう感じはあるんですよね。今の16対9の画面っていうのもそうですね。16対9の画面。 が出始めた時は4対3のテレビで16対9の映像とか見てることもあったけどもね今16対9パッツンパッツンでしょ画面が上下に帯がないのよね <laughs> 上下に帯があったらなんか映画っぽくていいなって思うんだけどもね最近はね16対9の画面が普通だからね上下に帯がなくってね なんか映画っぽさがないなって。だから、だからあえてまた17対9でね、撮ったりするわけですよ。<laughs> そうするとちょっとだけ、ちょっとだけ黒帯がね、上下に出てきて映画っぽいなと思ったりするわけですけどもね。まあ何が言いたいかっていうと映像の方はですね、そういったフォーマットが、えー、電子機器によって、電子機器に、 投影する、えー。テレビであるとかモニターであるとか、そういったものに投影するっていうことが多いわけで、まあ映写機、映画、映画のスクリーンっていうのもあるけども、まあそれもフォーマットか。うん、映画のスクリーンもまあフォーマットがね、まあテレビよりは自由度は高いんだけども、まあ、やっぱりフォーマット、決まったフォーマットに出力するっていうのが、どちらかというと写真よりも映像の方がカチッと決まってる。だから、 まあ、決まってる方がね、やりやすいっていうのもあるしね、絵が作りやすいっていうのもあるけどもね、カチッと決まってる方がやりやすいっていうのがあるんだけど、写真はもっと自由であってもいいと思う。まあ、僕なんかあの、写真作品とかで言うよりも、写真をレイアウトしてた人間だから、紙面にレイアウトするってなるとね、自由に切りますよね、それはね。非常に自由に切らせていただきますよ、デザイナーの仕事とかはね、アートディレクションとかだとね。 キャーって。撮った人には申し訳ないけども、すごく自由に撮らせていただ、切らせていただきます。まあ、写真展示をされる方。いろんな写真展示をされる方、今増えてますけどもね。どういったフォーマットでされてますかフォーマットというか、トリミングのサイズどういった感じでされてますかね編集ソフトはやっぱりね、僕はどうしてもね、あの、元々の撮影した比率、3対2とかでね、 キューッと編集ソフトの機能のまんまで <laughs> ゅ、キューッと縮めたりするんですよね。どうもね、その、編集ソフトの機能に引っ張られてくる。無意識のうちにそれをやっちゃう。もっと自由でいいじゃないって思う。ついこの間思ったね。何をきっかけに思ったんだっけな。あ、どうしようもないスナップを取ったんだ。 これはどうしようかなっていうスナップを取りましてね。トリミングをうまくやってあてげなきゃいけないんだけどもね。その3対2で撮影したまんまの比率だとね、どうも収まりが悪い。4対3にしても収まりが悪い。4対5にしても収まりが悪い。もっと自由でいいんじゃないかなと。こうじゃねこう,こうだ。<laughs> こ,れこ,れこれは何だよ <laughs>。 こうやってなんか、あの、お酒飲むやつあったよね。<laughs> まあいいや。こそうだってね、ふと思ったわけです。もっと自由でいい。今日はそういう話をしたかっただけなんですよ。<laughs> えー、取り急ぎ、あの、ズボンも履いてません。ズボンも履かずに、えー、こういう話をし始めてしまいました。<laughs> はい。しかも露出間違えてんじゃねえか、これ。これなんか変な影入ってるし。 今ね窓から窓からすごいあの日が沈んできて窓からすごいうわーって太陽が来てるんですねしかも露出プラス1になってるっていうねなんかもうな,なんで急遽予定変えたかっていうとねあのまあ動画、えー、予定してたものがね作る時間がちょっと取れないなとなんせ晴れてるからさ 見てわかるでしょこれだけ太陽ガンガンに来てるわけですよ、窓から。晴れてるからね、運動しなきゃいけないわけですよ、おじさんは。さっきポテトチップス食べました。運動しなきゃいけないわけです。<laughs> えどうもすみません。あの皆さんもね、トリミング、えー、もっともっと自由に、何対何っていうフォーマットにね、縛られずに、縛られずに切ってみるとね、いいと思いますよ。 そうすることで、えー、さらに良い画角をね、詰めていけるんじゃないかなと思います。えー、どのみちね、展示する写真プリントとかは自由に切っていいですからね。ああいうのはね。なので、縛られずにやってみてもいいんじゃないかなという気がしております。はい。まあ、昔はね、あの、自由に切ってたわけですからね。はい。今、どうもデジタルだから、こう、縛られがち。特に映像をやってた人間は <laughs>、 その比率,に比率を守って切るっていうことに慣れすぎててえどうもねコンピューターソフトの機能に縛られがちになってしまっていたなとこれは反省だなというねえそういうお話でございましたはいそれではまたな何の影だと思ってたらこれカメラストラップですね。 今この撮影してるカメラのストラップがここに、ここブラン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  <laughs> こういうね、影を落としてるわけですね。はい。分かってよかった。それじゃ。